満月やすら半月陽子三日月巫女月の花三姉妹最後の戦いが今始まる。第13話月の花三姉妹最後の戦い、そして始まり。お父さん教えて、お母さんのこと。あ、さっきも言った通り母さんはかぐや姫だ。だからね、お役目を終えて月に帰ったんだよ。ってことはお母さん生きていますのね。お母さん、ねえお母さんには会えないの？いつかまたきっと会えるよ。巫女頑張ってるからね。うん。お父さん、私からも聞きたいことがあります。なんだい？お父さんとお母さんは人間と月の住人、そして。そう、父さんたちはそれでも恋に落ちてしまった。まるで竹取物語の帝とかぐや姫のようにね。竹取物語の最後、天上人として感情を持たなかったはずのかぐや姫が帝に文を送っているんだ。ただ母さんが父さんに残してくれたものはお前たちだよ。お父さん。そう、そしてもう一つ話さなければならない。え、何？お前たち三人は半分は天上人の血を引いている。巫女装束を着た時、お前たちに不思議な力が使えるようになるのはそのせいなんだ。ヤスラは時を操る力、陽子は未来を操る力、そして巫女は悪しきものを消滅させる力。巫女たちの力？ああそうだ、神である天上人だけが持つ力。そしてその力も悪しきものに狙われる対象だった。だから私は泣く泣くお前たちをそれぞれ親戚のもとへと預け、完全に月宮の名前を消したんだ。そんな事情があったんですのね。ああ、お前たちには本当にすまなかったと思っている。それをまたここに呼び出したのはなぜ？月の石を狙う悪しき者の力は思ったより強大だった。だから皮肉なことに隠したはずのお前たちの力を借りなければならなくなった。それにお前たち自身に危険が及ぶ可能性もある。だから父さんは父さんであることを隠してお前たちを呼び戻した。本当にすまなかった。お父さんは私たちの一番近くにいてくれたんですのね。やすら、というか早く教えてほしかったよ。父さんは私たちが守ったのに。うん、巫女強いんだから。陽子、巫女。あいつだ、あいつがとうとう蘇ったんだ。あいつって？ヤスラ、ヨーコ、ミコ、よく聞くんだ。月の石を狙っている悪しき者、それはかぐや姫に求婚し敗れていった5人の貴公子の怨霊だ。奴らは人間に擬態し、不老不死の力を得て再び世に蘇ろうとしている。そして5人の貴公子、最後の怨霊は磯の神のマロタリ。奴は唯一かぐや姫の無理難題で命を落としている。だから相当の恨みを抱えているんだ。ということはこれが。ああ、3人とも父さんから最後の D 定食の注文だ。力を貸してくれるね？はい。ではここはいつも通りに行きましょう。せーの、月の花三姉妹出動。月の石はどこじゃ？不老不死の力をどこに隠した？いた、あそこだ。平安のその姿のままですわ。やい、磯の、磯のマロ、磯マロ、磯、悪者さん。なんじゃお前たちは。巫女食堂月の花の看板娘、月の花三姉妹だ。ほう、そちどもが月の花三姉妹か。あのかぐや姫の血を継承する三姉妹、ぜひともその力拝みたいものよの。しかしマロにかなうかどうか、見ての通りマロは人間などに擬態などしなくても恨みの力でこの体を保つことができる。他の4人とは訳が違うぞ。やってみせます。お父さんを守るため。巫女たちがお前を倒す。これは片腹痛い。
残念だがソチどもはマロに倒される運命。そして憎きお前らの父親ミカドから月の石を奪ってみせる。そんなことさせない。威勢だけはいいようだ。まあよい、論より証拠、マロを倒してみるがいい。倒してみせます。月の祈りにより悪しき者を封じる月下鬼闘。なんじゃ、天上人の血を引く三姉妹の力はこれしきか。このような縛りの術など恨みの力でできたマロの体には無駄じゃ。そんな結果祈祷が効かない。そんな力痛くも痒くもないわ。それヤスネ、ちくしょう、今度は私だ。行くよ大吉。ワン月下みくじ。ワン、おお、おお、あれどうしておみくじが出ない。運命の神も悪に味方したか。天上人の力など所詮その程度。ソチは姫に似たいい目をしておる。こいつは期待できそうじゃ。かかってこい。お前はミコが倒す。月の花よ、咲き乱れよ、月下繚乱。これはなかなかじゃ。しかしマロの力には到底かなわぬ。それ！強い！それ、もう少しじゃ。もう少しでそちの力なの。ミコ、ミコちゃん。え？なんじゃ？この光は。うわ、まぶしい。ミコちゃん。嘘。あれはお母さん。姫、なぜここに。ミコちゃん、ヤスラちゃん、ヨーコちゃんもよく頑張りましたね。さあこれで最後です。ミコちゃん、お母さんが一緒に月下杖を持ちます。そしてさらに強く念じるのです。いいですね。うん、月の花よ、咲き乱れよ、月下繚乱。ミコちゃん、よく頑張りました。お母さん。よしよし、お母さん、お母さん。ヨーコちゃんもヤスラちゃんもいらっしゃい。お母さん、お母さん、お母さん。お前、あなた、俺たちの娘だ。立派になっただろう。ええ、とっても。会えてよかった。お母さん、お母さんはもうずっとここにいるの？ねえ、ここにいて、ミコたちと一緒に暮らそう。ミコちゃん、ごめんなさい。母さん、どうして。やっと会えたのに。ヨーコちゃんも、ごめんなさい。母さんはまた月へ帰らなければならないのです。母さんは月の世界の住人、そして重要なお役目があるのです。お役目？もうお母さんは地球へ来ることはないのですか。ヤスラちゃん、きっとまた会えます。信じて。
それから大切な話があります。もしかして、もしかして今日がその時なのか。はい。ミコちゃん。何？ミコちゃん、お願いがあります。お母さんと一緒に月へ来てください。どういうこと？これで地上にいる5人の悪霊はいなくなりました。しかし、いつ何時また同じような敵が現れるか分かりません。故に私の力を継ぐ者が地上に必要なのです。しかしここにいては十分な力が備わりません。巫女は天上人の血を色濃く継いでいる。だから、月へ行って修行をするということですか？はい。そんな、巫女まで。しかし、これも月の力を継ぐ者の運命だ。そんな、巫女はどうなの？月へ行きたいの？巫女の運命。巫女、頑張るよ。巫女ちゃん。巫女、あんたちゃんと意味わかってるの？よくわかんないけど、巫女、あの時思ったんだ。みんなを守りたいって。だから、もっと強くなりたい。みんなを守れるように。巫女。巫女ちゃん。いつの間にか、すっかり大人になってしまったな。巫女ちゃん、では月へ来てくれますね？うん。ヤスラちゃん、ようこうね。お父さん、巫女、行ってくる。巫女ちゃん、くれぐれも体を大切に。向こうでもどじったら承知しないんだから。巫女、母さんをよろしく頼む。うん。巫女ちゃん、月の使者が参ります。さあ。分かった。みんな元気でね。巫女、絶対戻ってくるからね。さようなら。本当に行っちゃった。あのバカ巫女。巫女ちゃんがいないと寂しくなりますね。ヤスラちゃん、ようこうね。誰？